平野翔×篠原涼子衝撃の共演生徒が人生をやり直せる学校涙なしでは見れない感動ドラマ平野翔が生徒たちの未来を変える生徒が人生をやり直せる学校平野翔と篠原涼子が主演する新作ドラマ生徒が人生をやり直せる学校は24時間テレビ44内で放送される特別なドラマとして多くの視聴者の期待を集めています このドラマは、黒川長子氏のルポルタージュ、県立。再チャレンジ高校生とが人生をやり直せる学校を原作に、現代社会の格差や様々な問題に直面する生徒たちを支える教師たちの奮闘を描いた感動的な物語です。この作品の舞台となるのは、低辺校と呼ばれる県立高校で、ここで新任の体育教師、樹山青一を演じるのが平野翔です。一方、 篠原涼子が演じるのは学校司書の立花久美子というキャラクターで彼女箱の学校の改革のキーマンとして教師たちを支え生徒たちを見守る重要な役割を果たしますこのドラマはただの教育現場を描くだけの物語ではありませんそれは現代の日本社会が抱える問題を鮮やかに映し出しています近年日本では低変更や 格差社会といったテーマがますますクローズアップされており教育現場における生徒たちの多様な問題が深刻化しています貧困家庭環境学業不振といった背景を持つ生徒たちが自らの未来を切り開いていくためには教師たちのサポートが不可欠ですここで描かれるのはそんな教師たちの努力や彼らが直面する葛藤そして成長の物語です 主役の平野翔が演じるジュ樹山葵市は、新任の体育教師で、彼自身も教職に就くことで多くの試練に直面します。若く未熟な教師が、実際の教育現場でどのように生徒たちと向き合い、成長していくのかは、このドラマの中心的なテーマです。ジュザンは熱血感でありながら、どこか頼りない部分も持ち合わせており、彼の人間的な側面が視聴者に共感を呼ぶことでしょう。 初めて教師として現場に立つ彼は、理想と現実の狭間で揺れ動きながらも、生徒たちに真剣に向き合い、彼らを支えるために奮闘します。篠原涼子が演じる立花久美子は、このドラマのもう一つの重要なキャラクターです。15年前に教師を辞め、現在は学校司書として働く彼女は、牧尾高校の改革を推進するキーパーソンです。立花は単なる支書ではなく、 生徒たちの問題を解決するために奮闘する教師たちをパワフルにサポートし、学校全体を良くするために尽力します。篠原良子はこの役について、普通の教師とは違った視点から、生徒たちを見つめ支えていく役どころですとコメントしており、彼女の演技は視聴者にとって大きな見どころの一つとなるでしょう。彼女のキャラクターは、コミカルなシーンを担う役割もあり、ドラマの中での軽やかなユーモアも楽しめる要素の一つです。 この作品が特に注目される理由の一つは、平野翔と篠原良子という、世代を超えた二人の人気俳優の共演です。平野は若手俳優として多くのファンを持ち、その演技力とカリスマ性で観客を魅了してきました。一方、篠原は長年にわたるキャリアの中で数々の名演技を披露し、多くの人々に愛されてきた実力派女優です。二人の異なるキャリアや背景が、このドラマでどのように融合し、 どのような化学反応を起こすのかは大きな関心事となっています。また、このドラマの中で描かれる教師と生徒、そして学校という舞台は、誰しもがかつて経験したことのある場所であり、視聴者にとって非常に身近で共感しやすいテーマです。そのため、世代を超えた幅広い層の視聴者に感動を届けることが期待されています。また、このドラマの背後には、 教育のあり方や学校の役割についての深い問いかけがあります。現代社会において、学校は単なる知識を学ぶ場であるだけでなく、生徒たちが社会に出るための重要なステップを踏む場所でもあります。特に、低変更と呼ばれるような学校では、生徒たちが抱える問題は多岐にわたります。経済的な困難、家庭内のトラブル、心の問題など、多くの障壁が彼らの前に立ちはだかっています。 こうした生徒たちが希望を生み出し、自らの未来を切り開いていくためには、学校や教師のサポートが不可欠です。このドラマでは、そのようなサポートの重要性が強調されており、教師たちがどのようにして生徒たちを支え、彼らが自信を取り戻し、自らの人生を再構築する手助けをするのかが描かれています。さらに、このドラマは視聴者に対して、教育とは何かという問いを投げかけています。 現代の日本において、教育のあり方は大きく変わりつつあります。伝統的な教育システムでは対応できない問題が増えてきており、特に格差や貧困の問題が生徒たちの学びに大きな影響を与えています。このドラマを通じて、視聴者は教育現場が抱える課題について考えさせられると同時に、教師たちが果たすべき役割についても新たな視点を持つことができるでしょう。また、 篠原良子が演じる立花久美子は、特にユニークなキャラクターとして注目されています。彼女は、かつては教師として教壇に立っていたものの、現在は師匠として生徒たちに接しています。この転身には深い意味があります。彼女が教師を辞め、師匠という職業を選んだ背景には、教育現場における多くの課題や困難が関わっているかもしれません。師匠という立場から 彼女は生徒たちをより柔軟な視点で見守り、彼らの成長を支援することができるのです。立花のキャラクターを通じて、このドラマは、教育とは教団に立つだけではない、というメッセージを発信しているとも言えます。教育の多様な形や、生徒たちを支えるための様々なアプローチがあることを示しており、これは現代の教育において非常に重要な視点です。さらに、このドラマは、 24時間テレビ44という大規模なチャリティーイベントの一環として放送されるため特に視聴者に対して強いメッセージ性を持っています24時間テレビは毎年日本全国で放送されることで多くの人々に感動を与えチャリティー活動への関心を高めてきましたこのドラマもまたその一環として視聴者に対して助け合いや支援の重要性を伝える作品となっています 教育の現場で生徒たちを支える教師たちの姿は、まさに現代社会における支援の象徴とも言えるでしょう。最後に、このドラマが持つもう一つの魅力は、物語の中に込められた希望です。タイトルにもあるように、人生をやり直せる学校とは、失敗や挫折を経験した生徒たちが再び立ち上がり、未来に向けて歩み出す場所です。これは、現代社会において、多くの人々が共感できるテーマでは。 ないでしょうか誰もが人生の中で挫折や困難に直面することがありますが重要なのはその後どう立ち直るかですこのドラマはそんな再起の物語を通じて視聴者に希望を与え困難を乗り越える力を信じる勇気を与えてくれるでしょう生徒が人生をやり直せる学校は感動的なストーリー力強いメッセージそして魅力的なキャラクターによって 視聴者に強いい印象を残すこと間違いありません平野翔と篠原良子の共演はもちろんのこと現代社会が抱える問題に真正面から向き合ったこのドラマは多くの人々にとって心に残る作品となるでしょう。